どうも、薮田翔一です。今回のテーマは現代音楽とは何かです。現代音楽という言葉は現代に作られている音楽という意味ですが、ポップスや映画音楽などは現代音楽ではなく商業音楽と言われています。現代音楽とは現代に主に芸術音楽として作曲された音楽のことを言います。皆さん、普段現代音楽を聴く機会はありますか？日常で現代音楽を聴く機会はほとんどないと思います。日常で現代音楽に触れる機会があるとすれば、テレビやラジオなどで現代音楽の特集がある時だけです。テレビの CM やお店の BGM などで使用されていることはほとんどないです。このような状況なので、日常生活で現代音楽を聴く機会はほとんどないです。クラシック音楽の定期演奏会などでも現代音楽がプログラムに組み込まれることはほとんどないです。そのため、聞き慣れていない、もしくはそもそも現代音楽として意識して聞いたことがないということがあります。僕自身、今でこそ現代音楽を聞いたり作ったりしていますが、もともとはポップスやロマン派の音楽が大好きでした。特にピアノ曲だとショパン、オーケストラ曲だとチャイコフスキーが大好きでした。音楽大学に入学するまでは現代音楽を覚えている限り一度も聞いたことがありません。そのため、初めて現代音楽を聞いた時には、皆さんが感じるようによくわからなくて、何がいいのか全くわかりませんでした。でも現代音楽の演奏会は全国で毎日のように開催されています。でも特定の人しか聞きに来ないというのが現状です。では現代音楽の作曲家は何を目指して現代音楽を作曲しているのでしょうか。現代音楽の作曲家はクラシック音楽と一緒にプログラムに入れてもらえる音楽を目指して作曲しています。今作った現代音楽は50年後、100年後にベートーベンなどの古典の音楽と一緒に演奏会にプログラムとして入れてもらえることを願って、作曲家は音楽を作っています。では現代音楽は世界中に広まっているのでしょうか。海外ではどうでしょうか。クラシック音楽が普及している国には、その国の独自の現代音楽が発展しています。それぞれの国の現代音楽の作曲家が、それぞれの国の独自の文化と融合させて、自分たちにしかできない現代音楽とは何か、それを目指して作曲しています。基本的にはクラシック音楽は普及していない国では、クラシック音楽をルーツとした現代音楽は存在しません。なぜなら、現代音楽はクラシック音楽があってこそ成り立つ音楽だからです。クラシック音楽を学んだ作曲家が現代音楽を作り、クラシック音楽の演奏を学んだ演奏家が現代音楽を演奏します。それ以外の地域で新しい芸術音楽が生まれたとしても、民族音楽のように扱われてしまいます。現在100人の現代音楽の作曲家がいれば、100通りの方法で作曲しています。それぞれの作曲家が魅力的な音楽を作ろうと模索しています。また同じ作曲家の中でも、年代に応じて、また使用用途に応じて全く異なるような音楽を作っています。僕も現代音楽の器楽曲からオーケストラ曲、そして日本歌曲、ポップスなど様々な音楽を作曲しています。では実際に現代音楽とは何か、定義のようなものはあるのかというと、次の2点が重要になります。1つ目は、現代音楽はクラシック音楽をルーツとしているということです。2つ目は、現代音楽の作曲家はそれ以前の作曲家を超えることを目指して作曲しているということです。まず1つ目の、現代音楽はクラシック音楽をルーツとしているというところから考えたいと思います。現代音楽は現代生きている作曲家が突然ひらめいて作った音楽ではないということです。現代音楽を語る上で一番大切なのが、クラシック音楽をルーツとしているということです。クラシック音楽を学んだ人々が、その先にある音楽を作ったのが現代音楽です。
クラシック音楽の要素を感じないものは現代音楽ではありません。あくまで現代音楽風です。現代音楽のメインストリームからは相手にされません。おそらく現代音楽の音楽史にも残りません。もちろんそのような音楽は音楽として悪いわけではありません。また例外も起こる可能性があります。現代音楽は現代に生きる作曲家が主にクラシック音楽を学び、その先にある音楽は何か、それを試行錯誤した結果が現代音楽です。例えば現代においてベートーベン風の音楽を作曲するというのが一番良くないパターンです。なぜならベートーベン風なら本物のベートーベンの音楽を聴きます。クラシック音楽から現代までつながっているのが現代音楽です。ベートーベンなどクラシック音楽の歴史が感じられるものでなければいけません。似ているのとは違います。あくまで背景にあるということです。これはどのようなことかといえば、乗り物のリニアモーターカーもいきなりリニアモーターカーがあったわけではありません。蒸気機関車があって、電車があって、新幹線があって、その先にリニアモーターカーがあります。そのような歴史積み重ねがあってリニアモーターカーができています。これと同じようにクラシック音楽があって、その土台の上に現代音楽ができています。クラシック音楽の伝統を受け継いでいない音楽は民族音楽のように考えられてしまいます。実際現代音楽の歴史に残っている音楽はこれらの条件を満たした音楽がほとんどです。現代音楽の中には妙に聞こえる音楽もあるかもしれません。でもそれらは決して面白半分で作られた音楽ではないです。また作曲に限らず、現代音楽を演奏する演奏者もクラシック音楽を学んだ演奏者が演奏します。クラシック音楽の伝統的な演奏法があってこそ成り立つ現代音楽の演奏です。作曲家だけでなく、現代音楽を演奏する演奏家にもクラシック音楽の知識が求められます。定義の2つ目に行きたいと思います。現代音楽の作曲家は常に前の作曲家を超えることを目指して作曲しています。これは現代音楽の作曲家に限らず、クラシック音楽の作曲家も常に目指してきたことです。作曲家が自分自身の音楽に求めていることは100点満点の音楽です。ベートーベンが100点満点の交響曲を作曲した際には、後の作曲家は交響曲を作曲するのに大変苦労しました。作曲家はこう考えます。これから作ろうとしている曲は今までの自分の曲を超えれるか、もしくはすでにある曲を超えれるかどうか。もしこれから作ろうとしている音楽のスタイルですでに100点満点の曲があった場合は、他の道を探さなければいけません。他のスタイルを目指した結果、これまでにはないリズムやメロディーやハーモニーを使うことになります。その結果、音楽は現代になるにつれて聞き慣れない要素が多くなったため難しくなりました。僕自身、現代音楽の作曲をしていると、どうして現代音楽の作曲家はあんなよくわからない音楽を作曲しているのかという質問をよく受けます。その答えは、今もしロマン派のような音楽を作曲した場合、音楽史に残る可能性は極めて低いからです。もうすでにそのような音楽は100年以上前の天才作曲家があらゆる試行錯誤をして完成してしまったスタイルだからです。ロマン派の音楽でこれまでにはない新しい美しいメロディーを作ろうと思うと限界があります。メロディーの進行は無限ではないため、すでにある曲と一緒になってしまうからです。現代音楽の作曲家はこの曲を作る意味はあるのか、何か新しい提案や発見を曲に入れることはできるか、そんなことを考えながら日々曲を作っています。このように現代音楽はクラシック音楽の伝統を受け継いだ音楽になります。
伝統を受け継ぎながら何か新しいもの、伝統を受け継ぎながら何か新しいもの、そんなことを何度も何度も繰り返しながら現代音楽はできています。突然一般的に難しいと思われる音楽ができたのではなく、必然性を持って生まれてきたのが現代音楽です。今回の要点をまとめたいと思います。重要なのは2点です。まず1つ目は、現代音楽はクラシック音楽をルーツとして作られているということです。クラシック音楽の影響を感じられないものは現代音楽ではありません。2つ目は、現代音楽の作曲家は前の作曲家を超える音楽を目指して作曲しています。もし同じ路線スタイルで超えられない場合は、新たなリズム、メロディ、ハーモニーを探して見つけ出して新しい音楽を作りました。その結果、聞き慣れない音楽が生まれました。その結果、日常では聞き慣れない音楽が作られ、結果的に難しく聞こえるようなものになりました。結局のところ、現代音楽の作曲家が目指しているのは世界の音楽史に残る音楽を作るということです。世界中の現代音楽の作曲家が日々そのことを目指して競い合っています。今日も現代音楽の作曲家は自分にしか到達できない、自分にしか作れない音楽を目指して作曲をしています。